ゼデキアは、ユダ王国の第20代の王。前王エホヤキンの王子にあたり、ユダ王国の最後の王である。名は、ヘブライ語で、ヤハウェは、我が正義という意味。第24章16節以後、歴代史、第36章10節以後を参考。妖名を、マタヌヤと言ったが、兄エホヤキムが死に。 その子、エホヤキンが即位後3ヶ月でネブカデネザルに捕らえられるという事態が起こった。これを受けて21歳で即位した際にゼデキアと改名した。11年間大いにあり、エルサレムで治めたが、ゼデキアの知性はアッシリアに変わる新たな脅威となったバビロンの猛攻にさらされる動乱期であった。エレミアの予言に従い、 諸外国が結束して、バビロンに反抗した時に、これに組しないで、自らバビロンに和平交渉に行った。最後に、主戦派に負けて、ネブカデネザルに反逆し、一年半後の紀元前586年に、エルサレムは陥落し、ユダ王国は滅亡する。残りの生涯を補修として生きることになったが、 目の前で子供を虐殺され、両目をえぐり取られ、死ぬまで鎖につながれ、生涯を終えた。その前に捕らえられていた甥い、エホヤキンが、ネブカデネザルとジオウ、エビルメロダクの庇護下にて高いくらいを与えられ、生活費を王に支給されていたのとは、対照的であったが、これについて、フラウィウス・ヨセフスは、ユダヤ古代史大 X 館7章2節で、 ネブカデネザルの恩をあだで返した恩知らずと、ネブカデネザルが激怒したからだとしている。エルサレム後遺戦エルサレム後遺戦フラウイウス、ヨセフス著、旗合平訳ユダヤ古代史三旧役時代編、エート、クシー、クシー、クシー株式会社書房処九1999年、ISBN4 から480085335、P269。 ありがとうございます。